ス対東芝ブレイブルーパス東京の一戦をここ静岡県磐田市ヤマハスタジアムよりお届けしてまいります。やはりスクラムハーフというポジションは選手一つしかポジションないので、そこを争うわけですからね。たまにはその杉山が裁く。リッチモンが、まあ、お父様が休止されてニュージーランドに帰っている時期もありました。さあ原田が出てきた。フランスの注目の2番右長いパスもらって外した。さあ最初のトライはブレイブルーパス、抑えたのがシャノン・フリゼル。さあ左サイド来た。これヤドリ得意、もう自分が獣道見えているようにこう走り込んできます。しかし北九番杉山奪った。奪い返しました。杉山雄平9番同士ちょっと物語ありますね。はい、しかし早速始めたアドバンテージをまだ見ています。赤いジャージに玉に丸、わあ、フラワーを奪い返した。先ほどのオフサイドの位置か。成長してきたっていうのもあると思うので、まあ、もちろんバックスもで、あ、サインプレー。さあ取れない。カメラを入れてきた。すっぽり開いて、そのまま走り切りました。一発でトライ取れないカメラ、今季初トライ目。そうか、今日はそうですね、ピュータウが欠場ですもんね。そうなんですよ。ワーナーディアンズ原田内側に出てきた。小山これああ、オーのノックバックです。レオンよく拾ったリーチ。佐々木ここ無理しません。また一つ持っていきます。前にワーナーディアンズ、すごい、まだ引きずっていく。あと4メートル、どっちに離す。奥シャノン・フリゼット、いやいや瀬田たまり丸の前に落ちました。アドバンテージもらっている中で杉山トライです。スクラムハーフ杉山雄平、ちょっとボールが暴れる中最後拾って抑えました。うわすごいタックルだ。ワーナーディアンズ山下へのタックル、ボール出てくる、押し込んでいく。ジャックライト、ボールのディフェンス行くのがルーパス。うわもう立ち上がれない選手がいます。バトルバトル北原スタボルッシュサブグリーン。さあトライバッキング、右ウィングでも11番つけるみたいな、そういうことですかね。ですかね。うまい、つながった。見事力を作って、今パスがつながりました。やっとさすがですね。山口ノールックで打ちに返してサブグリーン、そしてトライゲッター、間のついた。顔を出したのが山口、サポート、そうですね、パスアウト遅れています。八冨選手が入っているので、砂漠選手がいなかった。はい、うわバックパス、すごい、位置がついてますよ。タックル食らった山下、ボール生かすよりも速い。うわ来た、うまい、うわクイックアウト、右一人ついている。これいい判断、桑山がいい判断で奥の選手にディフェンスに来ました。イラウはあっという間に敵陣22までまた入ってきました。ブルーレブズ日野武志、うわこの2人リーチが手を伸ばす。イラウは逆に回ると、また指示、ヤトミジャックライト、ああノックオンか。日野武志、いやごめんなさい、17番の野原、サムグリーン、この人こうランナーでもあります。マクーザ、あーギリギリに持ってジョーンズ・リチャード、ゴー、いいオーバー見せました。マクーザ走り込んできた。日野からヤトミ、前に落ちたボール、アドバンテージを見ていました。ブレイブルーパスのオフサイドがありました。プレースキッカー、その引き継いで流れを、サムグリーンきっちりと決めてきました。こういうの大きいですね。いや大きいですね。さあ前半はこのスクラムが最後のプレー、ここからどこまで持っていけるか。さあフリーキック始めたぞ。マロついたばショートサイド、いや手前だ、我慢した。大戸優也、まあ、このホットラインももうこれ見納めです。今日のゲームで八冨、大戸奪ったか、いやキープです。
サム・グリーン我慢してマフーザ、マフーザ左に上がる力を顔出したのは伊藤でした。さらに伸びついた、これはグラウンディングできていないかどうか、今のは届いてないな。ナイスキャッチは19番桑野栄信、あ今桑野栄信失礼、うわサム・グリーン抜けた、そのまま行くか、今2対1の状況、赤いジャージもいるがまっすぐ当たった、一気にここまで運んできました。ヤトミがさばく、今日ラストゲーム、ウーアメの前ディフェンス、伊藤からパスがインターセット、その前です、倒れ込みがありました、オフサイドのアドバンテージを見ていた関谷レフリー、そのレブズのグリーン決めてきました。さあ先制点は静岡ブルーレブズ、後半迫る13点です、13対19。ヤトミユキリーグ戦は133キャップ、今季戦は151試合目です。これが彼の見納め、ひょっとして後半入れ替えなどあるともうあと数分かもしれません。ボールがマッカランに渡る、マッカランに渡る、大外ジョネナイカブラ、バロついたのをハンドオフでやり過ごし取ってきました。さあまたリードを広げるトライが生まれます。ルーパース、まあ、森君も好調ですからね。そうですね、そして帰ってきたリッチー・モウンが難しい角度決めてきました。言ったにもかかわらずチョークして取り切ったっていうところですね。おお、パスだ、マフーザ、うわインターセット狙いですがよくキープしました。ターンオーバー取ってますか、松田がモウンが大外までまず運びます。ボールを内に返すリーチマイケル、モウンガからワーナー、また杉山正面すり抜けていったサポート、後ろへの松田のタックル、もう一丁サポート、最後抑えたのはリッチー・モウンガ。一方のホストチームのブルーレブズ、ついにここで八富勇樹が選手入れ替え、岡崎光大とのバトンタッチで退きます。これが最後のシーンです。これまで戦ってきたこの戦いのフィールドから今外に出ます。一礼をして戦いを全て終えました八富勇樹、公式戦151試合目。こう低いタックル、一瞬こう直線チャージ、さあまだ残ってる残ってる、飛び込んだ、取ってきました17番大原高吉、チャージ自らトライ、今よく飛び込みましたね最後。社会人でのスクラムハーフにチャレンジしてこの出場のチャンスを得たのが22番の岡崎、ここ蹴り返しますルーパス、おバウンドさせたボール、チェイスしていた、チェイスしていた、真面目にそこに入ってきた大股の豪快な走りで取ってきました、ワーナー・ディアンズ、取られたらすぐ取り返す、逆にトライチャンス、ブレイブルーパス、さあモールを組みました、これはもう伝統武器です。ワーナー・ディアンズ、三上と2人がかりか、35歳と22歳、引っ張って引っ張って抑えさせない、ジョーンズ・リチャード・ゴー、リーチが少し離れたところ、ボールプレート待ってます、フリゼル動かせません、フラットのパス、橋本もトライさせない、マッカラー、ここで取ってきたマイケル・コリンズ、さあ勝利に向けてこれを大きく踏み出すトライになります。サム・グリーンが今痛んで治療を受けています、ゲームは続いていますが、バスダミー前が開く、さあリッチー・モウンガどうする、一つ飛ばしました、松永、ジョネ・ナイカブラからボールが当たってリーチ、手が上がりました、トライ認められた、いろんな形の攻撃を交えて交えて最後はリーチマイケルが取ってきました、実は今季初トライ、三上
ブレイブルーパスはもう全然抜かないですね、うん、プレーオフに向けて。松永からマッカラン、今日マッカランもよくブレイクしてます。つながった、ギリギリ離して森、森優斗離したボール、つながった高橋からパスダミーも効いた。マイケル・コリンズの存在も効きました。最後抑えたのはそのまま持っていった高橋。専修大学出身、仙台出身で、このヤマハでプレーしたのが、村田渉さんでもあります。村田さんがまだ現役の時ですもんね、弥富選手が入ってきたのが。村田さんの引退試合が弥富選手の初先発です。なるほど。さあここで蹴り出してノーサイド、戦いが終わりました。静岡ブルーレブズ今季最後のゲーム終わりました。そして弥富勇樹はプレイヤーとしての現役幕を下ろします。スパイクをこの戦いで脱ぐことになります。さあエグザイルのアキラさんから、プレイヤーオブザマッチリーチマイケルのようです。リーチ選手と同じ身長ぐらいのアキラさんは大きいですね。そうですね、アキラさんはサッカーやってらしたんですかね。リーチも横で踊ってくれるんですかね。ないでしょ。ないですか。